ブンブブブブンブブブブンブブ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 ンブブブブンブブブブンブブ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 ンブブブブンブブブブンブブ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 ンブブ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 ンブブブブブンブブブブブブブンブブブブブンブブ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 境目のところにある小野という地区に来ています。小野神社にいるんですけども、隣が弥彦神社で、結構でかい神社になるんですけどもね、あのなんか静かなところなんで誰もいないんで不思議なとこなんですけどね。おそらく江戸時代にはすごいあの賑やかだったのかなと思うんですけど、ここなんでかっていうと、その中山道がここ通ってたんですよ、江戸の初期にはね。初期中山道の通り道になります。まあこれの前に一応初期中山道、あれはまあ岡谷の中間かなまあ岡谷の中間からね、ここまで来るっていう動画をまあ上げようと思いますので、その続きを今日は走っていきたいと思います。ここから牛首峠または牛首峠、ちょっと呼び名は分かんないですけどね、その峠を通って木曽の方までね抜けていきたいと思います。およそ12キロの道のりになります。それでは走っていきましょう。はい、それでは走り出しますどこ行こう。ここは一応稲海道っていうところみたいな。吉田書房創設者の吉田明さん。入館は無料だそうです。なんですか。いや、きつい。はい、1キロ通過しました。いや、1キロ走る前に弱みが出てきた。ここは一応153号線に合流します。国道ですね。これより先が小野宿だって、ここから右へ折れてきます。旧中山道じゃないけど、初期中山道か、初期中山道を追っていきます。違った違いもう一本右だった。初期中山道はもう一本右でございました。なのでやっぱおのおの塾を越えていくんだね。ジャパンシルクを世界へ広げた近代横浜港の開祖小野読めない。小野光に賢い方だそうです。なんて読んだろう、貢献って読んだな。ここですね、小野の下町を右に曲がっていきます。で、初期中山道へ入ってまいりました。まあ、片道11キロなんですけども、途中で飲み物がないとちょっときついかなと思っています。一応ね、都会1リットル分500のペットを2本買ってきたんですけど、いや、きついかな。他はもうそんなに自販機なかったような気がするんだよな。どうですかね、全然自販機なさそうですよね。いや、きついかもしれない今日は。はい、2キロを通過しました。いや、1キロ通過で2キロ通過の時になんか不安なことしか言ってないぞ。大丈夫か。またひたすらに暑い。
結構しんどいな。おっ、行った、虫がいた。いや、川にはね、水が潤沢にあるんですけどね。はい、3キロを通過しました。せっかくね、あの胃カメラ飲み込んで苦しい思いして寄り切り退治って思ってできたらね。川の水は飲みたくねえだけど。どうするんだろう。ちょっときついわ。登ってるからなのかな、水がないから。声が幽霊みたいになってる。はい、4キロを通過しました。俺の体力も落ちてるんだろうけど、きつい。はい、5キロを通過しました。みんな後戻りできない感じの。まあ、後戻りすればいいんだけど、あの山道に突入してますね、これは。通過しました。この声ほど元気がないです。きつい。不安なんだよ、多分な。何もねえ感じ。自販機が欲しいんだけど、それがねえなんでな。登るし、どんな具合かわからんし。いや、もうきついっす。完全に山です。いや、歩いたね。あ、すげえ、ほら。いや、この峠はね、きついな。そうだね、塩尻峠一発越えて、あとは平気平気。塩尻塾と、あの、瀬場塾と、っていう風に、ねえ、行った方がいいわ、向こう経由で行った方が。このまま行くと多分逃げ川面、はあ。こんな斧からがきついよ、ほら。はい、7キロを通過しました。牛首塚が 8.0 メートル。こう右に入ってくるのかな。ロープ張ってるけど。いや、しれっと歩いてった。無理だぞ、ほんと。なんかあった。縁結びの峠なんだって。牛首峠、牛首峠、どっちなんだろう。縁結びの峠、牛首峠。今から400年ほど前の話です。この地には山口の長者屋敷と呼ばれる立派な屋敷がありました。屋敷にはお玉さんという美しい一人娘がいます。お玉さんは可愛がっている黒牛に乗ってよく出かけ、黒牛もお玉さんによく懐いていました。ああ、それでこんな怖い話があるところ。ああ、そうなんだ。なんかね、両思いの人がいるんだけども、両親の反対にあって、そこらしいまで心中を取っかねえ話じゃねえかよ。でね、そのお玉さんを失ったかまにね、あの黒牛が暴れるようになってたんですよ。で、仕方なく首を切り落として峠の近くに寝たんですよ。怖えよ、だからよ。なんて場所だよ。最初縁結びなんて言うんで、縁起のいいとこかと思ったら違うんじゃないですか、あれは。一緒。縁は結ばれてるんだけど。はい、8キロを通過しました。一応 Google で見た感じだとあと4キロ、12キロなんですね。4キロで向こう過ぎて、まあ動画としては終わりになりますけどね。1キロを通過しました。
を通過しました。まあ相変わらず何もないです。まあ涼しくなったしね、走りやすくはなったかな。1キロ通過です。特に何もないです。お、JR のあれが見えた。あの JR の線路が見えます。なんか良さげなもの。うわ、すげえ、ここ登ってるんだ。いいか、ここでゴール。はい、本日はですね、長野県の塩尻市の小野弥彦神社から初期中山道牛首峠を通って国道19号にぶつかるところ、桜沢っていうところまでね、走ってまいりました。およそ11キロくらいになるのかな。大変ね、きつかったです。初期中山道っていうくらいで、その大久保長安っていう人が整備した時にはこっちの道路が正式だったんですけども、みんなきつかったんですね。嫌になっちゃって塩尻経由にしたみたいです。本当にね、きつかったっていう感想です。それ以外ない。でですね、本日の動画はこれにて終了させていただきます。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまたいつか動画で。やっぱあれですよね、峠、峠はね。走るって、峠を走るってやっぱね、あれよ。